Hey guys, it's Yuta. So, have you met somebody who looks very different in their photos because they use a lot of filters? Well, I have, and I thought it would be interesting to ask Japanese girls to take a selfie and Photoshop it and compare the photo before and after. Check this out. 普段自撮りとかしますか？映り込む感じで。なんかそう、アプリとかって使います？そのまま iPhone に使って。ついてるやつ、うん、まずこの普通のデフォルトのやつで軽くお願いしていいですか？いいですよ。あれやからね。あれやからえ、なんか恥ずかしい。これでいいと思う。二重枠やべえ。そう、全然原型が。 OK、 これしない？いいよ。これで全然。おー、あ、そういう感じですよね。これがアフターで、こっちがビフォーズ。はい、やばい。やばい、顔やべえ。どうすか、その比べてみて、ビフォーとアフターを。ちょっと、顔が現実つらい。やばいです、ね、SNS 上げて、生で会ったらね、やだ。詐欺だね、詐欺だね。誰みたいなね。感想は？感想、あんまスノーを使わないで生きていこうと思いました、はい、なんでそのスノー、この写真はちょっと嫌だなと思いますか？え、なんかめっちゃブス。それな、めっちゃブス。いや、ブスじゃないけど、かわいいと思う。現実って感じで。自撮りってしますか？友達、うん、します。うん、まあまあ。何のアプリ使います？ B612。 スノーで何もエフェクトとかつけないでやります。これでちょっと、これ普通のカメラでまず撮ってもらって。嘘でしょ。これが盛る前で、これです。これも。どうですか？え、こっちの方がいい。こっちの方がいい。持った後の方がいい。うん、あんま変わってないけど、そんな持ってないですよね。変わってるよ。肌の色も違うし、目の大きさも全然違う。輪郭も違う。リップの色も違う。全部違う。盛らずにあげることってあります？ちなみに。あるある。あるある。気にしない。うん、普段自撮りってします？します、します。何のアプリを使いますか？B6 カースの。なんだこりゃ。あ、やばい。めっちゃかわいい。やばい。え、それはいらんくね。え、キモい。やばい。ここら辺だな、うん、なんか全然顔違う。やばい。いけてるいけてる。サイクルにしちゃった方がいいんじゃない？じゃあこれがビフォーで。ビフォーで。あ、怖い。やばいね。それはやばい。なんか現実見せられるって感じ、うん、この顔でありたい、うん、うまっこ全然違うやん、これ全然違うとか言う。ちょっと見てくださいよ。全然違うとか言う。この黄色盛らないで SNS とか上げることってありますか？全然あるあるある。盛らないで自撮りは普通に盛ってあげる。盛らない自撮りとかってあります？盛らない自撮り、ない。化粧してるけど何にも加工してないのを載せるのはある。結構アジアの女の子と欧米の女の子だと、アジアの女の子の方がこうスノーとかでいろいろ加工したがるっていう傾向があって。それはそうです。それ欧米はもう元から顔がいいから。そうそう、彫りが深いとか。そう、元から顔がいい。もう作り違う。そうそうそう、のっぺりしてるから。アジアの人はなんで外国の方が可愛いと思うんですか？やっぱ自分にないもの持ってるから。日本人の女性は可愛いっていう人は多いんですけど、それは外国は日本、何、自分たちの持ってないのっぺりした顔が好きなんじゃない？だから自分にないものが欲しいんですよ、結局。自撮りって普段よくしますか？します。私はあんまり普段はしない。その時にどんなアプリ使いますか？フーディー、キャンディーカメラ。はいはい。やばい、めっちゃ顔変わった今。めっちゃ顔変わってる。これがまあビフォーで、いや絶対輪郭おかしいから。 いやでもまだ許容範囲ない。そうだね。どうですか？いや、スノーはすごい。スノーは最強ですね。ビューティープラスとかありますよ。なんか昔持ってた、なんか入れてたけど消しちゃった全部。ああ、確かに大きくなる。いいよ、なるなるなる。オッケー。あ、スーちゃんが、スーちゃんが顔が削られていく。いや、ちょっとなんか気持ち悪い顔になった今。ちょっと見てみよう。肌の色が変わったかなって。うん、うん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 。
っぱ目、でも目の大きさが違う。そうだね、うん、本当だ、目の大きさ大事。輪郭も、輪郭もちょっと削ってる。そうだね。じゃあこれ元のやつとビューティープラスのバージョンどっちがいいですか？元の、うん、元のなんか見慣れないなんか気持ち悪い。漏れちゃったね、ちょっと、うんうん、でも本気で使おうと思ったら、うん、最初に撮るときにそれを意識していく、うん、写真撮ったときに何も加工せずになんか友達とシェアしたりすることもありますか？あります、ね、でも両パターン載せたり。あ、私もそう、うん、2枚普通のやつとちゃんとフィルターかけたのをあげて、うん、なんかアジア人の方がなんかこう加工とかしたがるっていう感じがするんですよね。そうか、欧米人の方が、ね、鼻立ちがくっきりしてるから必要、ね、加工しなくても確かに。I don't know, but their photos don't look that different to me after. But if you want to talk to them, you need to speak Japanese because most of them don't speak English. So if you want to learn Japanese with me, I will teach you the kind of Japanese that Japanese people actually speak. So click the link and subscribe to my email group, Japanese with Yuta. Alright, see you guys soon. Ciao, ciao!